皆さん、こんにちは。2月,日2月4日土曜日11時半、えー、今月から始まりました、弥生の一人じゃないよ、パーソナリティーの弥生です。どうぞよろしくお願いいたします。はあ、だよね、緊張してたんですけどあの、今月からね、毎週土曜日11時半より30分間、生放送でお送りしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、この番組ではですねあの、いつも頑張ってきたあなたへ、 いつも一人で頑張ってるあなたへ心がちょっと温かくなる心がちょっとほっとするくすっと笑えるそんなお話をしていければと思っていますどうぞよろしくお願いいたしますそしてこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp ファックスは メッセージやご質問ご相談ありましたらお気軽にメッセージくださいまた FM コザではツイキャスト Ustream で映像と音声を配信していますので <laughs> FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください いやー <laughs> 始まりました、早速ね、アイデア、マスオさん、コメントありがとうございます、そう10周年来てるんですけど、これはまた後でね、紹介していきたいなと思うんですけどあの、シナリオもここまでで、あとは何を話すか、もう流れに任せていきたいなと思うんですけども、今ね、オープニングにあの使わせていただいた曲が、えー、リフォーム心理カウンセラー、心谷仁之介さんの、心が風になるです。 ああ、ね、こん、ね。<laughs> これ話しかけていいんですかね。<laughs> 大丈夫なんですね。今日ね、あのミキサーさんで、あの塩素さんっていうね、あのスタッフさんがいらっしゃるんですけど。一人だったら絶対緊張してたんですけど、今日はね、二人で一緒に、あの楽しんでいきたいと思います。のエのソ素さん、よろしくお願いします。お願いします。<laughs> 勝手にめっちゃ喋ってるんですけど。ああ、ね、そう、なんか、こう。 いつかかかねななんかこの一昨かな心谷之助さんそのねさっき曲が流れてた「心や慎之助さんの講演会を主催することになってそれがご縁で結構ねラジオとか出させていただいてたんですけどそれの時にいつか自分も番組を持ってパーソナリティやってみたいなって思ってたんですけどなんかねそれがこういうふうに本当に実現するんだなと思ってなんかびっくりしてなんか実現したとは怖かったんですけどなんか。 ね、楽しんでいいいいけたらいいなと思っていますでさあどうしよう何をしゃべろう <laughs> ということなんですけどは今日は、ね、その心谷陣之助さんのことをねちょっとしゃべりながらで後ろでは、ね「その心が風になる」が流れているんですけどそのおかげでちょっとリラックスしてしゃべれるんですがじゃあもう早速なんですけど来週ねその心谷陣之助さんが実は そのココレ屋をというカウンセラーを始めて10周年ということでこの「10」っていう T シャツを着てるんですけどこれ自分の知り合いがフラペチーノちゃんという方が作ってくれた T シャツなんですけどその「ココレ屋」10周年を記念してじゃん見えるかな「ココレ屋仁之助独演会日本武道館」。ココさんが一人で 日本武道館の舞台に立つんですけど今日はねそのお話もちょっと交えながら紹介していき,いきたいなって思います。でね自分も最初ね心理カウンセラーなのにええなんか音楽っていうか CD を出してすごいしてえなん最初はそのえどういう感じなんだろうって思ってたんですけども聴いたら号泣してしまってもうそれからもう心谷さんのね曲の虜になっているんですけど本当になんかあのなんだろうな 聴くだけでなんか自分がすごい楽になったりあの笑顔になれたりパワーをもらったりっていう本当に聴くカウンセリングっておっしゃってるんですけど本当にそういう感じの曲がぎっしり詰まってるのでこの番組でもね、あのー、どんどん紹介していきたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。おチャラかっちゃんさん コメントありがとうございます。はい、はじめまして。今月からスタートです。どうぞよろしくお願いします。はあ、<laughs> すごい、これ。こんなに緊張したの初めてですね。<laughs> ああ、どうなるんだろうということなんですけど。はい。で、 ね、今日はそのちょっと「心谷仁之介さん」についてね少しずつ紹介していきたいなと思うんですけど私がその心谷仁之介さん今リフォーム心理カウンセラーであの本もね何十冊って書かれたベストセラー作家なんですけど初めての出会いがその1冊の本だったんですけどその本を読んだ時になんか自分がすごいどんどん入ってきてその主人公なんか、S、なんだろうな小説調になってて。 それがの主人公がどんどん変わっていくストーリーだったんですけどそれと自分その主人公と自分がめっちゃ重なっててなんかそれでどんどん入り込んで,で読み終わる頃にはなんかその人と一緒にちょっと変われた自分がいてそれからなんかね心屋さんの本にはまってブログを読むようになって。 っていう感じでまだね、さんしコさんを知って多分3年ぐらいなんですけど、なんか本当になんか自分の人生が変わってきたなあってすごい思いますね。これエイソさんに振ってもいいんですか？<laughs> 本当ですか？はい、あ。じゃああの振らせていただきます。あ、はあ、え、ね、どうしようどうしよう何を喋ろう。でもなそんな感じで,でもなんかねあのまあい なんか本当はねシナリオを書こうかと思ったんですけど何も思いつかなくてでなんかそのまあグダグダでいいかなって思ってもう流れに任せて喋っていこうかなと思ったんですそうだじゃあその番組名が何でこれになったかをちょっとね話そうと思うんですけど「のと人じゃないよ」「ひがやよいの一人じゃないよ」その番組名がねなかなか思いつかなくてオープニング曲とエンディング曲は これを使おうっていうのは決まってたんですけどなかなか降りてこなくてで放置してたら FM コザのね担当の池代さんから <laughs>「そろそろ番組名ください」って連絡があって「あどうしよう」と思ってでフェイスブックで「で番組名が決まらない」ってコメントしたらいろんな方がねいろんなアイデアを出してくれたんですけどそしたら、ね、その自分の大好きなその心屋さんからコメントが入って。 酔いの一人じゃないよっておりなんか浮かんだってコメントが入ってもうそれを見た瞬間に「おお!」って思って「あもうこれにしよう」ってそこを送ったんですけどなんかね本当に自分もずっと「あどうせ私なんてなんかどうせ私は愛されてないしどうせ私は嫌われてるしどうせ自分って一人なんだって思ってたんですけどその心屋さんに会ってあなんかいろんな「ある」に気づかせてもらってあ自分 一人じゃないんだなとかあ自分って愛されてるんだなってこの自分の,その前提が変わり始めてから本当に人生が変わってきてなんかねそういう話をこのラジオでもねちょっと配信発信っていうかに、ね、していけたらいいなと思っています。はい、というわけで曲に行くの早いですか<然>大丈夫ですか <laughs> ということで曲の間にまたねあ,のあれしようかなと思うんですけど。 今日ね、オープニングが心屋さんの「魔法の歌」1に入っている「心が風になるで」でエンディングがその2から取るんですけどということで今日魔法の歌3からあのそれで心屋仁之助さんの「それでいい」をお送りいたします。 はい。お聴きいただきましたのは、心谷仁之助さんで、魔法の歌3から、それでいいよでした。いやー、仁さんの曲聴くとね、やっぱり、落ち着きますね。<laughs> あー、なんか、少し、あのね、緩みました。で、その曲の間にもね、いろんな全国から、あの、ツイキャストのコメントが、をね、来ていただいて、なんか、それで、本当に、ちょっとリラックスしました。皆さん、ありがとうございます。でね、この番組でね、なんか、 こうコーナーナみたいな,こうなんだろうスクリプトシナリオをもらってあなんかコーナー2つぐらいあってあコーナーを作るんだと思って何にしようかなと思ったんですけどなんか自分はやっぱ本の出会いって変わったのでその自分が好きなおすすめ本を毎週紹介していこうかなと思ってネタが切れたら終わるかもしれないんですけど <laughs> ということでねちょっと本を紹介したい早速、ね、紹介したいなと思うんですけど今日はねもう心屋さん一色でいこうかなと思うんですけど。 何にしようかなと迷ったんですが今日は、えーっとね、心理カウンセラー心谷仁之助さんの見えるかな「面倒くさい女から卒業する方法」という本をちょっとね紹介させていただきます。あのね、自分が初めて心谷さんのの曲曲をよ曲じゃないと影の法則っていう本だったんですけどそれかこれかどっちかに迷ったんですがこれがね一番自分が変わったというか。 なんかずしんかてきたでですよでタイトルが面倒くさい女じゃないですか。で面倒くさい女から卒業する方法ってことは自分が面倒くさい女っていうのをまず認めないといけなくてそれが最初苦しくてなんかちょっと抵抗してたんですけどでもこれ読むとねもう本当にうわーって「打内た隊」って沖縄方言ですかね。<laughs> 打内舵隊なてつうのかななんていう,ん,てうんですか打内た隊を標準語で言うとなんだろう 打ち合わせ、調べてくれてるえんそさんが打ち合わせを標準語に直すと何だろう、なんでしょう、<laughs> なんて言うんだろう、なんなんだ,だろう打ち合わせち合しか出てこない、なんだかな自分に何だろうな、なんて言うんでしょうね、なんかもう うってなるみたいな <laughs> あこれだって思っててであの本当に、ね、この本もう自分多分何十回も読んだんですけどその本当に今,今もたまに面倒くさくなるんですけどもう本当に前はそのこのに書かれてるあの主人公そのままで,ですごいこれが面白い中身をちょっと紹介してもいいのかな中身をちょっと紹介するんですけど「めんどくさい女の方程式と」とあと「素足の女」。 2人の、ね、女性二つの女性の方が書いてるんですけどあの素直で愛されて幸せになるそ,のそれが素足の女なんですけどその素足の女の方程式と面倒くさい女の方程式っていうのがあって例えばねあの出来事かけるマイナスんだろう例えば誰かに飲みに行こうって誘われて面倒くさい女だとそれにマイナス私はどうせ嫌われてるっていうのが入ると。 飲みに行こうって誘われただけであどうせ他に何か誰もいなかったから私誘ったんでしょうっていう答えになるんですよ面白いですね。でも素足の女の人だとそのあ飲みに行こうって誘われるかけるあのなんだろう私はどうせ愛されてると思ってるからあこの人私のこと好きなんだなって思うなんかそれがなんか、ね、自分は衝撃的でなんか同じ飲みに行こうって誘われても自分がどう思ってるかでなんだろう 捉え方が変わるんだなと思ってどんなんですかエンソさん <laughs> 飲みに行こうって自分から誘われたらどう思います <laughs> うん自分は誘われたらもう行きたいとは思いますね思って別になんか嫌とかそういうのなくて、うん、もう誘われたら嬉しいなとはですよね、はい、そ,うそう、なんかね自分はね昔はそう誘われたらなんか なんだろうあ他にいなかったのかなとか,なん,かなんかもうなんか自分が行ったらなんか場を崩すとかそういうなんか前提が入ってたんで誘われてもなかなかやっぱり素直に受け取れなくて行けなかったんですけどなんかこの自分に正直になるようになってその,その面倒くさい女っていうのを認めてそれからこなんだろうな 前提を少しずつ変えていったんです。どうせ自分は愛されてるし、どうせ自分は好かれてるし、どうせ自分は素晴らしいっていう前提に変えていくだけで、なんかその同じ言葉を受けもらってもその捉え方が変わってきて、そうするとやっぱり、ね、楽になってきたなってすごい思いますね。はい、なんかうまく伝えられないんですけど、よかったらまだねこの本読んで。 いいいない方がいたらあのこのぜひね面倒くさい女から卒業する方法を読んでみてほしいなと思うんですけど自分がその本当にあのもう前提がどうせ愛されてないしと思ってたんですけどこの「心屋さんの本」に「もう思ってなくてもいいからとりあえず行ってごらん」って書いてたんで思って自分はどうせ愛されてるしどうせ愛されてるしっていうのをずっと言い続けてたら面白いのことが なんかあその証拠が集まってきてで自分2回離婚してるんですけどその離婚の2回目がやっぱ超きつかったんですね。あ自分ってやっぱどうせ愛されてないんだっていうもうもうその最大限に思った時期だったんですけどその時にジンさんの心屋さんのブログでその口癖を見つけてそれから本当に毎日言い続けてたらその別れた旦那さんとなんかなんだろう別れたけどいい関係というか。 友達みたいに普通に話せるようになったりあなんか自分ってもしかしたら愛されてるのかなって思い始めてでそしたらどんどんそういう証拠が集まってきたなってすごい思います。 はいなので皆さんよかったらねあの本読んでみてで心屋さんねブログでも本当にいろいろ配信したりあとポッドキャストも無料でね配信してるのでもし心屋仁之助さんねまだ知らない方がいらっしゃったらよかったらちょっとね覗いてみてもらうと面白いんじゃないかなって思います自分はやっぱね心屋さんに出会ってすごい変わってこれたのとね本当に、ね、楽になったなーってすごい思うのでよかったら見てみてください。 ということであとあ4分30秒で番組が終わる。はい、おいいぐらいです。<laughs> さあじゃあどうしましょうえ。じゃあ何分ぐらいから曲が入るんですかね大体3分半ぐらいから。三分半ぐらいから。お了解です。すみません、こんな <laughs>。お聞きながら進めてるんですけど。そう,あそうだ、T シャツの紹介をするのを忘れて。さっき、ね、さっっききねは あの10周年の T シャツを着てたんですこれ何かというとさっきねご案内したこの心屋仁之助さんの独演会の日本武道館 T シャツコンテストっていうのをやってていろんな人から T シャツのデザインを募集してそのグランプリを当日心屋さんがステージで着るっていうあ,のあれなんですけどさっきねこれ紹介したのが自分の友達のフラペチーノちゃんがデザインした10周年のお祝い。 デザインした T シャツなんですけどこれもあと一人自分のね今ココラさんのカウンセリングスクールに通っているんですがその同期のサッチンがデザインした T シャツです見えるかな今日は2枚着てきたんであの曲の間にねちょっとここで生着替えをさせていただいたのでちょっとユーストリームユーストリームこれユーストリームって言うんですかね <laughs> あユーストリームとねツイキャスを見ている人は私の生着替えを あの、ご覧いただけたかと思いますああ。それでもう今日は十分かなと思いますので、ね、そんな感じで、今日、初めてでしたが、どんなでしょう大丈夫でした <laughs>、まあ、こんな感じで多分毎週ゆるくね、あの、スタートあの、楽しんでいきたいなと思うんですけども、はい、ということで、もう番組も残り3分ということで、エンディング曲がかかり始めてるんですが、 こちらが心屋さんの愛を知る人ですあの、ね、心谷さんが去年沖縄でライブをしてくれた時に最後に歌った曲なんですけどその心屋さんが自分も昔はあの愛を信じられなかった愛されてるっていうことを自分が愛していいんだっていうことを信じられなかったけど愛を知ってる人の周りにいたことで自分も愛をなんか「あ自分って愛されてるんだ」して自分も愛し人を愛していいんだっていうことを に気づき始めただからもしまだ愛を信じられてない人がいたらよかったらその愛を知ってる人のそばにいたらいいんじゃないっていう話をライブでされててああそうだなーってすごい思いながら聞いてたんですけど本当に自分もやっぱり心屋さんに出会うことで愛っていうものを信じれるようになったし自分も愛されてるしそして自分もあ人を愛してる。 自分にも気づけたなーってすごい思うので、よかったらね、そういう人のそばにいても、なんかね、いて、いろんなことをね、見たり聞いたりするのもいいんじゃないかなと思います。お、最後、ツイキャストのコメントを紹介します。めぐみかんさん。やよいさん、いい感じです。これからも楽しみにしてます。おー、嬉しい。ありがとうございます。どうぞ、またね、来週、来週はその日本武道館の後の、 放送なので、ぜひ、もう、その武道館の様子をたくさんたくさんお伝えいたします。で、その武道館の、ね、チケットが明日まで前売り券発売してますので、あの、よかったら、まだね、迷ってる方いらっしゃったら、ぜひ、武道館に一緒に行きましょう。沖縄からも今回、すごい、総勢十何名で行くので、もしね、気になってる方がいたら、私もまだまだ問い合わせ来てるので、連絡いただけたらと思います。料金の方はあ、料金は、えー、っとね、 前売りで全席指定で1万円なんですけど、発見手数料とか入れると1万500円ぐらいかな。まだまだあ,りあるそうですので、ぜひ、よかったら皆さん一緒に行きましょう。絶対その場でしか味わえない空気があると思います。では、最後曲を聴きながらお別れしたいと思います。では、また来週ありがとうございます